次に出たらまた同じような状態になってしまいました。今日は何ちゅう日なんでしょうね。今上に行ってますので、始めればで戻ったら打ちたい。ここですね。あ、逆方向行ってる。ここで打ちましょう。はい、ここでいいでしょう。前の足のヒレ先ですので、まあ、ここでいいでしょう。いいでしょうね。ちょっと連続で来るとちょっとビュりますね。収録終わったボタンを押してからですからね。こういうケースってあんまないんですけどね。だいたいシグナルついたらこの3、4分あるっていう感じで、その間に準備してさ、構えるぞって感じになるんですけど、連続で同じような状態のトレードになると思いませんでしたね。先ほどのカナダの方がですね、一瞬の折り返しこの1本、これを取れたわけですね。で、そして、まあ逆にドーンと上がってる状態でございますね。次の足、移動平均線タッチしてのグイッと上がるか、まあそのまま上がるかっていう状態ですけど、一応ここの目安の可能性ありますね。移動平均線までまだ行かずに一回ちょっと折り返すかもしれないということで、予兆が見えます。そしたら次の足打ちましょう。5、4、3、2、1、はい、2回打ちました。これね、前ね、5000円、2万円、1万円、10万円っていうね、この3つのボタンあるんですけど、まあ、これよくよく考えてみると、まあ、よくはできてるんですね。前はね、5000円、1万円、2万円、5万円とかね、いう数字だったと思うんですが、まあ、この場合、例えば5000円の次なんで2万円なのかってすれば、1回目5000円で打ったとしたら、次は5000円2回ポンポンと打ってですね。で、そしたら次は2万円で、まあ、追い上げっていうところでは、まあ、この数字の配列はそういう風になってるんですが、まあ、怖いですね、10万円ってね。10万円は怖い。まあ、シトラシードはまあ2回勝負でございますので、ね、一つのシグナルで3回勝負のツールは多いんですけど、例えばマーチンなしで勝てるやつっていうのであれば、移動平均線タッチでエントリーするようなツールがあればね、そういうのがいいと思うんですが、それでもまだ精度は高いんですよ。折り返し率は高いです。ちょっと前のこの揉み合いの、こういうところね。こういうところは結構意識されてるので、で、威嚇っていう人が多いんじゃないかな。ここで威嚇した人が多かったら、まあ理由はわかります。ちなみにですね、私この落ち着いて喋ってる感じ見ますけど、意外と喋りながらね、トレードするのっていうのはですね、意外と気が散るんですよ。で、本当はね、余裕で喋ってる感じ見えますが、集中はしてるんですよね。はい、勝ちました。まあ前回の引き続きで、分けましょうかね、これね。これはこれでいいかなと思いますんで。ちなみに今、時間帯でこの、金額で言えば、まあ、連続エントリーになるんですが、3日間ぐらいかかってます。で、その割にはそんなトレード回数が少ないっていう状態なんですが、これはちょっと私ちょっといろいろやってるんですね、今ね。定義書書いたり、まあ、臨時携帯実態とかも、ちょっといろいろちょっと忙しすぎてですね、あたふたやりながらやっております。それは後日またご報告もあると思いますが、逆張りツールではないので、シトラシードは一つのですね、シグナルツールとしては私はもう完成されているものだと思っておりますことでございまして、参考になりますよねこれね。これもシグナルについても次は知ってる状態でも、まああまり諦めずに、まあ反対方向に行く場合もありますからね。だって折り返す前に逆方向行って上髭ついてるやつがほとんどですから、まあそのまま下がるっていうことはないわけですよ。ですので、ユーザーさんですね、このシトラシードでエントリーされてる方は次の足に行って、若干逆方向に行ってポンと押されてる方がいるということでございますので、まあそれもちょっと参考にしていただければいいですね。
まあそんな感じでございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。来週もよろしくお願いします。失礼します。